はい、皆さんおはようございます。サンクルです。今日は2月の、16日土曜日、朝9時過ぎましたね。お天気は見ての通りちょっと曇っております。午前中はなんとか晴れ間も見えそうなんですが、お昼からはずっとどん天といったような感じで、まあ雨は降らないとは思いますけれども、こんな一日になると思います。お久しぶりですね。ほぼほぼ1ヶ月ほどね、乗っておりませんでした。今日ね、久々にバイク乗っております。今幸田町ですね。ちょっとね、多少なりとも気温は暖かくなってきたので、風もね、今のところあんまり強い風も吹いてません。若干ね、暖かい感じもします。まあ、1ヶ月間何してたのという話なんですが、実はちょっとこれね、調整、販売店の方に出しておりましたゴールドウィング、前からね、動画の方でもいろいろと話しておりましたけれども、どうもハンドルがね、あっちぶれたりこっちぶれたり、高速が非常に風にあおられて走りにくいということだって、ちょっと販売店に持って行ってですね、このハンドルの何かいろいろごちゃごちゃと見ていただいてですね、3週間ほど、調整に出しておりました。先週やっとこさ、帰ってきておりまして、でまあ帰ってきたんですが、それからまだずっと乗ってなくてですね、今日ほぼほぼ調整の具合のお試しということで、ちょっとね、海方面まで行って、乗り具合、ブレ具合、そういったところをね、ちょっと感じてみたいと思います。よろしくお願いします。グルです ということでね、もうね、このハンドルがこういう片手だとかね、そういうのがどうもこうブルブル震えてですね、ちょっとうまく乗れないということで、まあ微妙なね感じなんですけれども、それをちょっと調整していただきました。それにちょっとね時間かかって、もうここら辺全部バラしてですね、まあ一つの原因としては、ここにアームのところにバーがこう2本横に、神社の鳥居みたいな感じでついてるんですけれども、こういったのも影響してるんじゃないかなということで、こういうのを外してちょっと乗ってみたりだとかしてですね、それでまたつけて、で今調整をやってもらいました。まあ、具体的にはね、いろいろ原因は分かってないんですが、まあ、かなり良くなってはいます。こういうふうに片手楽にね離すこともできるので、前よりはねだいぶ楽に走行できているんじゃないかなと思っています。で、何が具体的にいいのか悪いのか、僕自身もちょっとあんまりよく分かってないんですが、止まるときだとかね、信号で止まるとき必ずこうフラフラっとこうなったりとかしてたので、それがなくなりましたね。まあ、整備士の方にいろいろお話をしてもらって、ああでもないこうでもないと言いながら調整をしていただきました。まあ、とにかくね、乗ってる本人しかなかなかこの感覚ってわからないのでね、なかなか難しいとは思いますけれども、1ヶ月近くかかりましたので、ようやく走行できるということで、本日テストドライブですねをやっております。ストップアンドゴーみたいなのばっかりですが、
とにかくね、楽になったのは間違いないですね。大変ご迷惑をおかけしましたけれども、調子は良くなっております。はい。これ難しいんだけどね。それが、かなり少なくなってね、楽に運転できると。前は本当に気遣いがね、大変で、非常に乗りづらかったんですけど、だいぶ良くなりました。これをずっとまたね、維持していきたいなと思っております。で、もう2月ですよね。で、3、4、5、6月に確かこれ2回目の、車検になりますので、もう5年ですね、5年。オールドウィング乗って、これになって5年。結構ね、乗りました。で先ほどね、オドメーター見たら2万2000キロやっと超えました。今2万2009キロですね。まあ、これが、多いのか少ないのかはよくわかりませんけれども、まああんまり走ってないので、5年で2万キロ。ということは年間4000キロか。4400キロぐらい。ね、まああんまり大したことないですね。まあこの近場をちょろちょろ走ってるだけなので、そんなには距離数もね稼ぎではいないと思います。でタイヤは前後ね昨年1回交換しましたので5年で1回で、今年の車検の時にはまあバッテリーもね5年経ちますので、これもちょっと交換しようかなと思っております。はい。まあそんなに飽きてはいないので、まあまあ満足じゃないですかね。ただまあ街乗りがこんなにできないので、どっかへ遠くへ行くって言った時には重宝してますけれども、普段ね、ちょっとコンビニ行ったりとか、ちょっと本屋さん行くとか、そういったことはこれではもう一切やってませんのでね、本当身構えてツーリングを行くという時ぐらいしか乗れてませんから、まあ年間4000キロはしょうがないと思います。ね、もう一台、ちっちゃいのは欲しいですけども。まあそれはいずれということで、今日はですね、このまっすぐ行って、もうじき海方面、蒲郡の方ですね。はい、蒲郡248号線の先っちょですね。蒲郡行って海岸線で、もし風が少なければコーヒーなんかね、飲んでみようかなと思っております。今日も一日よろしく。こういうね、止まるときに、ちょっと、やっぱりちょっとこうなるな。まあ、他のバイクにあまり乗ったことがないので、なんとも言えないんですけどね。感覚的にこの比べるということがちょっとできておりませんので申し訳ありませんが、そんな感じです。そしてもう2月半ばぐらいになってきたので、もうちょっとすればね3月あと1ヶ月すれば、山もね少しは凍結だとかそういったのも少なくなってきて、もうちょっとね遠くまで、ツーリングに行けるんじゃないかなと思ってます。まあ、毎年行ってますけれども、長野の方ね温泉だとかそういったのも行ってみたいですね。温泉そういや最近全然行ってないですね。
線もいいな。今年もできればそういったものにチャレンジしてですね、多少なりとも、生きる目標に生きる目標というかね、そういうのもやってみたいなと思っております。まだ未だにね、キャンプツーリングやったことないし、テントも立てたことはないので、ぜひともね、今年ぐらいはキャンプでね、皆さんに動画を撮れるようにしてみたいなと思っております。これあれ風もちょっとやばいかな。このスクリーンとかがあって風に影響されるのが非常に大きいのかな。そこら辺がねちょっとよくわからないですね。こんだけのやっぱりガタイ、風の抵抗すごいあるんじゃないかな。ファミリーマートでちょっと調達したので、目の前がね海ですね。ちょっと寄ってみようかな、どんなとこか。車両進入禁止。おお、散歩コースだねこれ。あ、非常にいいとこじゃん。あ、バーベキュー火器禁止。お、カモカモン、カモがいる。犬とお散歩かな。え、電池残量がありません。うっそ、なんだそれ。充電やってなかったもんね。お、綺麗だね。うん、いい橋だ、綺麗だぞ。カモメ、カモメ。やっぱり。おお、ちょっとビビる。昔そういえばここで写真撮ったな。